伝統を超えて進化を続けるネオ和菓子が登場。ファミリーマートより2024年11月19日に日本全国で発売したファミマルスイーツから極厚どら焼きバーガーいちごムース&つばーん開けていきたいと思います。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。宇和田大王、本日もよろしくお願いします。こうなっております。こうなっております。中もぎっしり。ではいただきます。ネオ和菓子は伝統的な和菓子の製法や素材を踏襲しながら現代風のアレンジや洋菓子の要素を取り入れた新たな和菓子のことで近年トレンドとなっています。食べやすいサイズ感を追求、ハンバーガーのようにかぶりついて頬張ってほしいという思いから一般的な口を開けた時のサイズを調査し、ちょうどかぶりつける厚み約4センチにこだわりました。試作を繰り返してかぶりついてもどら焼きが崩れない硬さのムースに仕上げました。何度も試作を重ね、開発工程を見直し、いちご体質が残る方法でいちごの果肉感を味わってもらえる仕立てにしました。和と洋の組み合わせの和菓子です。こだわりの匠炊き粒あんといちご果肉入りいちごムースの組み合わせが楽しめる厚みにこだわったどら焼きです。希望小売価格税別249円、税込268円、販売地域は日本全国、製造者はデザートランドさん、和生菓子、内容量は1個、アレルギーは小麦、卵、乳成分、大豆、ゼラチン、1包装あたり熱量は271キロカロリーです。評価は4です。すごいな、インパクトがあってとても美味しい、しかも30回以上の試作を繰り返したこだわりの硬さのムースということで、どら焼きバーガーするのにどんだけこだわってるんだっていうくらいにちょうどいいバランスとなっておりました。ぜひこの厚さのどら焼きバーガー、甘いもの好きの方、和菓子好きの方、インパクトのあるどら焼き食べてみたいという方にはおすすめだと思います。バミマルスイーツ極厚どら焼きバーガーいちごムース&つぶあん、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。では